こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。キューバの世界遺産を9日間かけて巡っています。トリニダーからカマグエに移動します。本日は世界遺産カマグエの歴史地区を見学します。キューバのホテルはノーグッド。さらにインターネット使えません。それではどうぞ。2月25日キューバ5日目、見慣れた景色になりましたが、これで見納めです。朝日も久しぶりです。ホテルは小高い丘の上にあります。革命博物館に朝日が当たります。朝食をしっかり食べれるのは嬉しいことです。昨日のタクシーに7時半に迎えに来てもらうように頼んでありましたが、バスは10時です。バスターミナルまで歩いて20分くらいですが、この石畳をスーツケース引っ張っていくのは大変です。タクシーでよかったです。バスターミナルに到着しました。このバスがサンティアゴでクーバ行きで、途中でカマグエに停まります。まさかの空きがありました。8時のバスで出発です。キューバの予約システムはよくわかりません。スーツケースの積み込みを確認します。赤いスーツケースですが、目立つ色は役立ちます。8時のバスに乗れてよかったです。2時間遅れるとカマグエ着も遅くなってしまいます。昨日見た風景、ロス・インヘニオス渓谷を通ります。マナカ・イグナスも通り過ぎます。キューバでは川は初めてです。サトウキビ畑が延々と続きます。出発してから3時間20分で休憩です。鳥が椅子の上に止まっています。やはりキューバはチェ・ゲバラとヘミングウェイの世界です。トリニダーとカマグエの位置関係です。カマグエに13時50分到着です。約6時間かかっています。明日のバイアモ行きを予約しますが、13時20分のしかないと言います。微妙な時間です。また朝から来て秋を狙います。ホテルまでタクシーです。ゴクックです。きっとボラれていると思いますが、正規の値段がわかりません。カマグエの地図です。青の矢印がバスターミナルです。赤のピンがホテルです。その南に世界遺産の市街が広がります。ホテルはこの先ですが、微妙な場所にあります。ここで文句を言っても仕方ありませんが、キューバのホテルは最悪です。これはどこのホテルでもそんな感じなので、そんなものと思うしかありません。民宿の方がまだマシだという話があります。予約は、バウチャーはと聞いてきて、パソコンで表示しますが、印刷されたものを出せと言います。過去そんなこと言われたことありません。近くのフォトショップに連れて行かれて、 USB に落として印刷してもらいます。一クックを支払います。これに懲りてこの先のホテルの分も USB に落としました。部屋はさておき、最悪なのはトイレです。水が出ないと言っていましたが、前の人のがそのまま残っています。すいませんということでしょうか。飲み物をサービスしてくれました。しかしなぁ。さて、
鎌倉の街歩きを始めます。この道がメインストリートで歩行者専用道路となっています。ガジョ広場に来ました。この辺りからこれから行くサンファンデ・ディオス広場あたりまでに見どころが集中しています。振り返ってソレダー教会です。残念ながらガイドブックはカマグエの街をあまり取り上げていません。通りのアイスクリーム屋さんです。これで1クックです。見ていると地元の人は1クックも払っている人はいません。この街もコロニアルな風景が続きます。昔の写真とともに説明書きがあります。カマグエの歴史地区として世界遺産に登録されています。1514年にディエゴ・デ・ベラスケスが町を作るも、先住民の襲撃などで現在地に1528年に作り直されました。教会の多い町です。中心部だけでも6箇所もあります。マセオ広場といいます。広場も多い。マセオ広場で客待ちをする自転車タクシーです。アグラモンテ公園に面して立つカテドラルです。自転車タクシーの集団が通り過ぎます。サンファンデ・ディオス広場に向かいます。この町はコロニアル都市なのに道は碁盤の目状になっていません。サンファンデ・ディオス広場に着きました。ここが旧市街の中心です。サンファンデ・ディオス教会の窓と扉は緑で塗られています。クラシックカーのおもちゃが売られています。中心の広場にしては観光客が少ない。キューバといえばチェ・ゲバラですが、今のキューバの人はどれだけ彼のことを知っているのでしょうか。サンファンデ・ディオス広場からホテルの方面に戻ります。メルセー教会が見えてきました。美しい色調で統一されています。教会の内部です。青色の派手な建物があります。ショッキングブルーとでも言うか、この青さは初めて見ます。コンベンションホールとして使われているようです。キューバの国旗が翻っています。カマグエの見どころはコンパクトにまとまっています。チェ・ゲバラの肖像が壁にあります。これで主だったところ一回りしました。月あたりがホテルです。今度は駅方面に行ってみます。駅ですが利用する人はいるのでしょうか。貨物列車が動き始めました。大型の重機を積んでいます。食料品店ですが、品揃えはほとんどありません。ビールを買います。キューバに来て初めてインターネットを使うことができました。遅い上に文字化けするのでメールをチェックしたのみです。ホテルで食事にしました。ビールも入れてゴクックでお釣りが来ました。カマグエの町も500年経ちます。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。
明日はバヤモに向かいます。ご視聴ありがとうございました。